系のベルトを買いました。時計のベルトを買いました。結構安物なんですけども、それなりに、ホテルそれなりに入れ物に入ってきました。ここはブラウンというのを買ったんですけども、ちょっと紫っぽい茶色で、僕の持ってる紫っぽい、ちょっとアンティークな感じの、アンティークな感じの腕時計にはぴったりです。でもちょっとやっぱり安いやつなんで、ベルトの金具はちょっとピカピカしてて、ちょっと安っぽいなっていうのもあるんですけど、あとちょっと匂いがね、匂いがね、なんだろう、合成ドアみたいなもので、今僕が使っている時計です。で、これが1円でついてきたベルト取り替えの金具です。なんか結構ポップな、ポップな入ってきました。ただこれ使ってないんですけど、そのうち革のベルト買ったら使うかもしれません。そして1円なのにちゃんとベルト取り替える店が入ってます。かわかんない。時計のベルトを買いました。時計のベルトを買いました。結構安物なんですけど、結構安物なんですけど、ホテル、入れ物に入ってきました。ここはブラウンというもの、ここはブラウンというもの、ちょっと紫っぽい茶色で、紫っぽい、ちょっとアンティークな感じの、アンティークな感じの、ぴったりです。でもちょっとやっぱり安いやつなんで、ベルトの金具はちょっとピカピカしてて、ちょっと安っぽいなっていうのも、ちょっと安っぽいなっていう、匂いがね、匂いがね、みたいな匂いで、これが1円でついてきたベルト取り替えの金具です。なんか結構ポップな、なんかちょっとポップに入ってきました。まだこれ使ってないんですけど、まだこれまだ使ってないんですけど、そして買った1円なのにちゃんとベルト取り替えの金具が入ってます。じゃあ、じゃあ、何言ってるかわかんねえんだよ。まあ普通のスティックだと思うんですけど、なんかちょっと普通のスティックというのをスカスカな感じがする、なんかよく丸い感じがします。じゃあ、このバディリッチのサインには止まりません。バディリッチの動画の中に使っているのを最高です。最高です。静かな曲聞きたいな、音が鳴ってるのに鳴っていない曲をね、音と完全に一つになって